どうもこんにちは。幸福の科学の書籍の中にはこういったね、小学生向けと思えるような雑誌もあるんですよ。中にはこういうふうなパズルがあったりね、クイズ番組があったり、あ、すごくなんかコロコロコミックとかね、コミックボンボンみたいな読みやすさがあります。こんな感じですよね。これがね、将来地上波でアニメ化されればいいなと思う人はあんまりいないと思いますけども、あと子供たちもこうやって出ていますね。これを皮切りに子役タレントへの道が開けるっていうことはありません。はい、そして今回の書籍なんですけども、どんなことをね、小学生にメッセージとして大川隆法さんがお届けしているかというと、コツコツ頑張ろう、勉強の計画を立てようということでございます。しかしですね、計画を立てるのにすでに1ヶ月ぐらいかかって夏休みの宿題ができなかったっていうね、そんな本末転倒な例もあると思うんですけども、計画ってそんなに必要かなと思うんですよ。いや、もちろん計画を立てることは大切です。実行しながら変更がありえるんで、計画を立ててもダメだろうっていう説もありますけども、変更が前提となってるからといって計画を立てるわけにはいきません。例えばね、月曜日には何をしよう、火曜日には何をしようっていうふうな大雑把なものでもいいと思いますし、日曜日は一切宿題をやらないぞって決めるのもいいと思います。そういう感じでね、大まかな概念を持っておくってことだけでも計画だと思うんですよ。それこそ何時から何時まで、時間刻み、分刻み、秒刻みみたいなのも計画なのかもしれませんけども、そうなるとね、突発的な事情にあんまり変化できないんで、1日1個の目標を持つぐらいから始めていけばいいんじゃないかなと思います。さあ、その上でこちらの書籍読んでみようかと思いますけども、頭の良さはどうやって決まると書いてますよね。君たちは頭が良いから勉強ができる、頭が悪いから勉強ができないと考えていないかな、というふうな問いかけをしてくれてますね。皆さんどう思われます？私は頭がいいっていうのを3段階に分けてるんですよ。一つは頭がいい、頭が悪いの中で、自分が暗記していることとか知っていることとか、情報の量、知識の量、これによって相対的に頭がいい悪いっていうのは分かれる部分があると思います。あの人は何でも知ってるよね、この人は何も知らないよね、これによって頭がいい悪いっていうのは色分けされる、そういう現実はあると思います。二つ目はですね、自分の頭の中に記憶していることや自分が知っている知識をどう組み合わせていけるかっていうふうなコラージュ力ですよね。これはですね、 A っていう事象と B っていう事象が単体で存在するんじゃなくて、それを組み合わせることによって何が起きるかなと、それを鍛錬してくれるのが例えば友達関係だったりしますよね。自分という存在は A 君っていう友達もいれば、他の学校の B 君という友達がいる。でも A 君と B 君はほっといたら出会うことはないけれども、今度一緒に遊ぼうというふうに A 君と B 君に同じように呼びかけて3人で遊ぼうとすると、そこに A 君と B 君のこの関連性っていうのが生まれるわけですよね。そうすると A 君と B 君がぶつかると、とってもいい漫才師のコンビになったとかね、逆になんかいがみ合ってしまったとかね、そういったエピソードが起きると思います。それをコラージュって言うんですけども、いろんな組み合わせをね、試してみることによって、あ、これは A 君と B 君は合わせない方がいいかなってなったり、あ、もっともっと会う機会を持ったらいいんじゃないかな、もしくは A 君と B 君が直接の友達になって、直接ね、自分がいなくても関われるようになったらいいかなっていうのが見えると思うんですよ。まあ、そういったことを通じて、知識っていうのは広がりを持ってつながっていって、世界を結んでいくのかなっていうことを私は考えますけどね。さあ、そう考えると頭がいいの第2段階、コラージュ力の上に来る第3段階目の頭の良さって何かなっていうことなんですけども、これはですね、誰もが知らないことを自分で作り出す、編み出す、発見するってことだと思います。例えばね、万有引力の法則っていう言葉がありますけども、これはね、ニュートンが落ちてくるリンゴを見て思いついたというふうにされてます。まあ一応そういうふうにしておきましょう。これは別の説もありますけども、でも引力ってのは世の中に地球が生まれた時、宇宙が生まれた時から基本的には存在してましたよね。ただ引力っていう概念に気づいて、それを発表して確定させたのがニュートンだっていうことが大きいと思うんですよ。ですんで、ニュートンが生まれる前の時代にも物は上から下に落ちるっていう現実はみんな知っていたんですけども、その現象を引力だっていうふうに定義づけて、引力重力という言葉を編み出して、グラビテーションね、それを世界に広めていって、一定の納得感を植え付けたっていうことで言うと、ニュートンっていうのは第3段階目の、まあ、頭の良さってことになるんじゃないかなと思います。ということでね、世の中に起きている現象に対してどう定義を作るのかっていうことにも通じる、この第3段階目の頭の良さ、あなたは何か思いつきますかね。これはですね、記憶とかコラージュ力とは関係ないところに存在していると思いますんでね、
だからそういうのを見つけていって一発当てるっていうのも一つの手かなと思いまして、今回はこの雑誌からいろいろと話してみました。もちろんこれ私まだ全然読んでません。読んでないんだけども、まだまだこの本をネタにしたお話は続くと思いますんで、今日はこの辺で終了したいと思います。ありがとうございました。